日本人選手の活躍や屋外でできるスポーツとしてゴルフの人気が急上昇中。この番組ではプロゴルファーがアマチュアゴルファーとペアを組み真剣バトル。ツアーさながらのプレイが飛び出す。最後に勝利するビバナチームはこちら、ゴルビバ。ゴルビバ始まりました。今週からゴルフ場とメンバーを変えてお送りしていきます。ということで、まずはプロのお二人から自己紹介をお願いいたします。ツアー6勝の北田瑠衣です。今は宮城県在住で、10人家族、大家族で生活をしております。2児の母で、ママとしても頑張っています。よろしくお願いします。人生についてもゴルフについてもいろいろ教えてください。バンバン聞いてください、はい、よろしくお願いいたします。そして新潟県出身、泉田琴奈です。昨年プロテストに受かりました。今日は楽しくラウンド、できるように頑張ります。お願いします。よろしくお願いいたします。そしてアマチュアのお二人にも来ていただきました。柏崎市の天野純一です。ベストスコアは70です。一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。そして、はい、柏崎市の秋山金也です。60歳まであと1年切りました。こんな親父を天野さんにいつもいじめられております。今日はなんとかリベンジしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんで力を合わせて頑張っていきましょう。それでは今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。北田瑠衣プロ、天野純一チーム対泉田琴奈プロ、秋山金也チーム。ルールはベストボール方式で4ホールのマッチプレイ。スコアとミッションクリアでポイントが加算。合計ポイントの多いチームが勝利です。柏崎カントリークラブ1番ホール、レギュラーティーから340ヤードのパー4、距離の短い打ち下ろしのロングホールです。1番ホールパー4です。今回のミッションは2オンとなります。皆さんよろしくお願いします。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 北田プロのティーショットです。北田瑠衣プロのティーショットです。先っぽ、ごめんなさい、少し開いて、大丈夫です。それていきましたね。これは、あ、大丈夫です。ラフですかね。天野さん、ちょっと左側にそれていきました。天野さん、どの辺を狙いますか。フェアウェイの左サイドを狙いたいと思います。左サイド、はい、お願いします。お願いします。天野純一さんのティーショットです。力強くできました。ナイスショットです。ありがとうございます。ナイスボール、ありがとうございます。真ん中に落ちました。ナイスショットです。お願いします。お願いします。続いては泉田プロのティーショットです。泉田琴奈プロのティーショットです。これ越えちゃうんじゃない、うん、ね、隣打てるんです。隣ですか。先ほどのラフと同じようなところに行ったでしょうか。ちょっと左にそれてしまいました。よし、じゃあよろしくお願いします。お願いします。続いて秋山さんのティーショットです。秋山金也さんのティーショットです。ナイスショット。ナイスショットです。すごい飛んでますね。さすがコース知ってます、ね、ナイスショットです。皆さんのティーショットが終わりました。まずは北田プロチームからどうでしたか。初球は私が最初に打ってミスしたのを天野さんがしっかりとフェアウェイに置いてくれたので、もうセカンドショットはちゃんと乗せないとダメですね、はい。泉田プロチームはいかがですか。
そうですね、やっぱりコース知ってるだけあってドライバーを持ってなかったのでこれやっぱりコースを知っているのは非常に強みになると、強みになると思います。秋山さん、このコースはどういったコースになります？あの柏崎カントリーのサドコースは打ち下ろし打ち上げが多いもんですから、はい、まあ、私ドライバーも下手なんですけど、まあ、振り回さないようにと思っていつもスプーンなんです。そんなところが構想したと思います。じゃあもうしっかりコツを掴んでいるということで楽しみですね、はい、北田プロどのあたりを狙っていきますか？いやもう距離もそんなにないのでバーディーチャンスにつけたいなと思うんですけど。バーディーチャンスを狙うということでした。天野純一さんのボールを選択。北田プロのセカンドショットです。お、ナイス。あー風が、うん、あ、ナイス、ナイス、クリーンオンです。お見事です。2オンということでミッションクリアになります。おめでとうございます。そうだった、忘れてた私も。あ、ミッション良かった。そうだ、ミッション、ナイスです。秋山さん、なぜこちらのボールを選んだんですか？はい、私の1打目がディボットにはまってたので、まだライがこちらの方が良かったんですが、こちら選ばせてもらいました。ただちょっとピンが見えないので。そうですね、そのあたりは、はい、あの柏崎カントリーのメンバー結構ここから打つチャンスが多いもんで、はい、狙っていきます。ここでやってらっしゃる方ならではの選択だったということですね。はい、泉田琴奈プロのボールを選択。秋山さんのセカンドショットです。お、これはどうでしょうか？どうですか？乗ったかな。あの、ナイスです。乗ったかなという声が聞こえています。ナイスです。力づくで打ちました。すごい、想像で。そうですね、まあ、一応あの距離は見ましたけど、はい、両チーム2オンということでミッションクリアとなりました。ここからはバーディーパットを打っていきます。天野さんの3打目です。あ、惜しい、少し、あと少しのところで入りそうでしたが、先です。ナイスパーです。いや、私が余計なこと言いましたね。見た目より切れそうって。いや、押し出しましたね。いや、もう切れてるんですけどね、うん、続いては泉田プロの3打目です。ゴーゴー、うわー、だけどあとほんのわずかなところで止まってしまいました。はい、ナイスパーです。すみません。1番ホールが終わりました。両者パーということで同点。そしてミッションはどちらともクリアされたということなので1ポイントずつ差し上げます。両チームとも、ね、バーディーパットが打てたので、なんかちょっとレベル高いなっていう感じがしてるので、ちょっと一打一打気が抜けないですね。最後も本当にこう惜しいところでしたけれども、泉田プロはいかがでしたか？そうですね、2打目秋山さんが木でこうピンが見えないところからバーディーチャンスにつけていただいたんですけど、まあ、入んなくて、まあ、次はもう少しバーディー合戦になったらなと思います。いや、本当にこう熾烈な争いが待っていそうですね。それでは皆さん、次回もよろしくお願いいたします。次週2番ホールは泉田琴奈プロが本領発揮、はい、お楽しみに。